行こうぜ1億2024、久保です。2024年仮想通貨大チャンスの年です。やりきろうぜ。いつもご視聴本当にありがとうございます。更新の励みになりますのでグッドボタンよろしくお願いします。メインの LINE が再度新しくなっております。以前のものは配信返信できませんので必ずこちらをご登録お願いします。こちら久保の自己紹介です。ご存じない方は一時停止してご覧ください。定期的に LINE で配信しております限定激アツ情報ですが、今日のキーワードはエクステリオです。希望者は概要欄の LINE にエクステリオとメッセージをください。ということで本日のテーマですけれども、バイナンス出資 AI 銘柄エクステリオパリオエアドロ戦略をお届けします。今日シェアする情報は2つあります。大枠では1個なんですけれども、2つのプロジェクトを紹介します。1つはエクステリオで、もう1つがパリオです。まずはエクステリオの説明から。こちらは AI を活用したゲーム開発プロジェクトとなっております。そして独自のエクステリオチェーンというものを作っております。で、注目すべきはこの資金調達額が55ミリオンですので、55ミリオンと言いますと ×150.82億5000万円の資金調達を出たバイナンスラボス、あとアニモカブランズとかゲーム会社ですよね、この辺りからしているので、かなり強い VC、 そしてバイナンスがバックしており82億5000万円もの資金調達をしているので、かなり期待できると。これがまずエクステリオ でこのエクステリオのエアドローを狙うために、今日はパリオというものも紹介して、でこれね、後で見れば分かるんですけども、懐かしのたまごっちみたいなものです。 AI たまごっちのようなもので、ここもバイナンスが出資しておりますので、かなり期待できると。具体的な資金調達額は明かされておりません。そしてね、このエクステリオのメンバーは有名なゲーム会社、世界的な有名なゲーム会社の出身者で構成されておりまして、アニモカブランズもバックについておりますし、世界最大の取引所バイナンスラボス、バイナンスの VC 部門バイナンスラボスが出資しているということで、かなり期待できそうです。そして今ね、やっぱり AI というのが世界的なトレンドですよね。仮想通貨だけじゃなくて株の世界でも、もう今 AI となっておりますので、そのあたりも抑えているということで、かなり期待できるんではないでしょうか。なんか金の匂いがしてきたぞという方はグッドボタンを押してお知らせください。でもやることなんですけども、2つ目に紹介したパリオ、これがたまごっちみたいなもので、でこう下にねチャットがあるんですけど、チャットをすると、まあ自動で AI が返信というか、こうこのまあパリオというたまごっちみたいなもんが返事をくれるんですよね。でこれをまあ毎日やるというような単純なものです。何も難しくありません。でこれはエクステリオチェーンで動いているゲームなので、まずはエクステリオチェーンに資金を持っていく必要があるんですね。でこのエクステリオの公式のブリッジを使って持っていけます。で持っていく通貨がなんと BNB ということで、もうガッチガチのバイナンスがね絡んでる感が出ておりますよね。でこのデポジットのところに数量入れて、で僕はたまたま入っていたウォレットに入っていた BNB 全部送ったんですけども、 0.48 もいりませんね。ガス代自体は 0.1 ドルとかそんな程度なので、ちょっとねポイントブーストをかけるために 0.01BNB、 今ですと 0.5 ドルぐらいか、まあそれぐらいをポイントブーストするために使った方がいいんですけども、一個一個のトランザクションのガス代は 0.08 ドルぐらいです。なのでもう BNB 換算したらどうだろう、これか 0.00015 とか、まあこんな程度です、1回あたり。なので 0.1BNB でも送ればもう余裕で、やれると思います。で
ここのデポジットに数量入れてデポジットとやると。でしばらく待ちます。でチェーン切り替えて、エクステリオチェーンにして、ここに数量が入っていればもうブリッジは完了してしたと。ここまで大丈夫だよという方はグッドボタンを押してお知らせください。ではパリオの方を触っていきます。でこのクレームのユアパリオエッグ、こちらに進むとチェーンを変えろと出ました。エクステリオチェーンに、ね、しないとこのトランザクション遅れないので、ネットワークを変えます。でさっきブリッジした BNB のエクステリオチェーン上の BNB がガス代となります。で、なんか餌を与えるみたいです。リンゴだろ、リンゴをクレームする。でこの時に少額ガス代がかかると。で、なんだこれ、ひよこ、あと音楽を聴かせるとか、まあ、このあたりをやると良いポイントがたまるということですね。でそのポイントを貯めるために、ほんと 0.08 ドルぐらいのエクステリオチェーン上の BNB がかかります。これがガス代です。で1日1回やれるんでしょうね。これをやりました。あとここのあのブーストのところを進んでください。こちらですね、こちらのブーストを進みますと招待コードを入れるところがあります。でこれを入れてもらうとあのブーストされますので、ポイントが早く貯まりやすくなって、まあ、つまりエアドローに有利になると。コードは LINE の方でお伝えしますので、希望者の方は今日のキーワードエクステリオと概要欄の LINE に送ってください。あとこちらですね、 0.01BNB を払うことで、ロイヤルブーストというものが効きます。でこれもまあそんなね、 0.01BNB ぐらいでしたら少額ですのでやっておきました。で下の方行くとチャットがあって、でここにこのチャプター1の場合はラブなので愛に関するまあ可愛いよみたいなコメントをチャットで送るといいんでしょうね。でこう送ってみたら、あの返事が来てスコアつけられるんですよ。51点だと100点中51点で、で3回までやり直せるみたいなんで、1回やり直して、で次は71点だったんで、まあ、とりあえずこちらをクレームしてみました。まあ、するとねこんな感じでクレームとなると。でチャプター1はまだ始まって途中ですので、まあ、かなりね早い段階で今シェアできているので期待できると思います。1、2、3、4とあって今月いっぱい続くみたいですね。でチャプターが変わるとそのテーマが変わるんで、その下のここのチャットのところですね、これの送る内容も変えた方がいいと思います。でこのパリオ自体のエアドロっていうのもあるかもしれませんし、こちらのねあのエクステリオの方が来たら、まあ、相当でかいと思いますので、この、まあ、パリオをね、こっちじゃないわ、これか、このパリオを触って毎日こうポチポチやってるだけでエクステリオのチェーンのトランザクション稼げますから、これをデイリーでやり続ければこのパリオだけじゃなく本命のエクステリオチェーンのエアドロも狙えるんじゃないかなと思って、まあ二刀流ということで、しかもバイナンスが絡んでいて、この基軸通貨がね BNB ってところでもこれガチアンという感じしかしないんですけれども、もう非常に期待できると思いますので、ぜひねあの毎日ポチポチ系に1個として追加してみてはいかがでしょうか。ということで今日はバイナンスがゴリゴリ絡んでいる AI ゲームプロジェクトのエクステリオと、その上のその上で動いているパリオを紹介しました。参考になったよという方はグッドボタンを押してお知らせください。仮想通貨はスキャムが横行しております。十分にご注意ください。話題のプロジェクトほど偽サイトが頻発します。そういったものにつないで承認してしまうと大切な資産が一瞬でゼロになってしまいます。
今日紹介したエクステリオとパリオの公式リンク、あとはパリオの招待コードは LINE の方でお渡ししてますので、希望者は概要欄の LINE にエクステリオとメッセージをください。引き続き守備力を重視しながら稼いでいきましょう。それでは今日も一生懸命頑張って理想の未来を作っていきましょう。久保についてくれば大丈夫です。ディスコに入れば完璧です。今日の動画いいねと思ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタン、通知ボタンまでよろしくお願いします。